車はウータン兵に占拠されている。速やかに排除し、列車を奪還せよ。了解。始めじゃねえ。集中。この列車に神羅の兵士は乗っていない。わかるな。手が込んでるね。こちらザックス。ザックス、順調か？アンジール、どうなってるんだ？神羅の兵士が敵だなんて。奴らは偽装したウータイ兵だ。さあ、次は上の広場へ向かえ。八番街の方だね。ああ。なあ、それにはまず、駅の突破が必要だ。突破だって？すぐにわかる。気を抜くなよ。暴れていいんだよな。ほどほどにな。じゃあ遠慮なく。アクティベイティングコンバットモード。楽勝楽勝。これはファーストも近いね。ホーム奥の上り階段から広場に向かえ。了解。Combat mode.
しゃ。敵に後ろを見せるとはよほどの自信家か愚か者だ。どうして。くそ、俺も英雄になるんだ。終わりだ。バカな。さすがアンジル。訓練中止。なんで。マジかよ。これからが俺の見せ場なんだぞ。ザッツ。夢を持て。ああ。英雄になりたければ夢を持つんだ。そして誇りも。ザックス、ずいぶんイラついてんのな。当たり前だろ。訓練ばっかりで現場はなし。俺干されたのかって話だ。最近忙しいんだろ。みんな留守だもんな。え、留守ってお前知らないのか。ソルジャーの大量脱走事件。ファーストの一人がいなくなったんだ。ウータイの現場からセカンドとサードごっそり連れてさ。目的動機何も分かってないらしい。ソルジャーたちが失踪したせいでお前の訓練も中止になったんだぜ。おっと、ファースト様だ。ザックス、仕事だ。おお、ありがたい。久々の実戦任務だな。ああ、お前が主役だ。やった。ラザード統括のところへ来い。詳細の説明がある。ザックス、こうして話すのは初めてだったね。ソルジャー統括のラザードだ。よろしく。早速だが、ソルジャークラスファーストジェネシス。
一月前、ウータイでの作戦行動中に行方不明となった。何か知っているかな？全然。うん。我々の作戦は中断したままだ。君に行ってもらうことにする。って、ウータイ？ああ。この長すぎた戦争を終わらせる。お前をファーストに推薦しておいた。はあ、アンジール大好きだ。アンジールばっか。俺に恥をかかせるなよ。はっ、準備が整い次第すぐに出発だ。ウータイに到着後はそのまま作戦に入る。戦闘や任務に関してわからないことがあればあいつに教えてもらえ。よう、ザックス。何でも教えてやるから任せてくれ。まず、何はなくとも戦闘だよな。トレーニングではちょっと読んでみろよ。メール読んだ。どうよ。ま、一度じゃ覚えられないと思うけど。そんなことないって。ま、必要な時に読めばいいさ。それと、さっきのトレーニングで使ったマテリアは回収させてもらった。強力なマテリアは自分で手に入れる。それがソルジャーの鉄則だ。あと、ミッションも重要だぞ。シンラカンパニーが提供する市民サービスのことを俺たちはミッションと呼んでいる。ミッションを受けるにはまずミッションボードに情報を登録する必要があるんだ。登録すれば携帯端末でミッションを確認できるようになる。早速登録方法を教えるからついてこいよ。せっかく登録したんだから腕鳴らしに行ってこいよ。あ、そうだね。セーブポイントはあっちだ。戦いや何かで不安なことがあればチュートリアルメールで確認するといい。お疲れさん。ミッションクリアだな。
楽勝すぎてあくびが出るぜ。さすがザックス、舞台での活躍期待してるぞ。おっと、大事なことを忘れてた。地球ポットの説明がまだだよな。この中には何かと役に立つアイテムが入ってるんだ。ソルジャーへの支給品ってわけだ。せっかくの支給品だから任務へ行く前にチェックした方がいい。さて、今日は何が入ってるかな。よし、出撃の準備が整ったみたいだな。最後に、今お前の携帯端末にメールを送った。ラザード統括のありがたいお話やニュースなんかが配信されるから。こまめにチェックした方がいい。それに仲良くなったやつからもメールが来るかもしれない。よし、女の子からのメールばかりチェックしてちゃダメだぞ。まあ、大体ソロアンジェルと一緒。ああ。舞台に出発する時間だ。準備はできたか？私も現場に同行する。期待しているよ。はっ。ところで君の夢はファーストになるかな？いや、英雄になることです。そうか、叶いそうにないいい夢だ。で、もしもし。ここをまっすぐ行けばタンブリン砦だ。急ぐぞ。 B 隊は作戦区域で待機している。そこの二人、何者だ？俺に任せとけって。よし、次。焦るな、ザックス。無理無理。統括もどっかで見てるんだろ。とにかく活躍しないとな。ザックス、バカリンゴを知ってるか？なんだよそれ。なんと、バカリンゴを知らないとは。これじゃファースト昇進は無理だな。ちょ待って、なんだよバカリンゴって。Activating combat mode.
っしゃー Activating combat mode Conflict resolved おっしゃアンジールバカリンゴってなんだよ正式名称バノーラホワイト一年中好き勝手な季節に身をつける村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる農園のリンゴは食べ放題だったよく言うよ立派な泥棒だ貧しさゆえだ言い訳だしかしそんな俺にも誇りはあった地主の家に村で一番大きな木があったそのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが俺は決して盗まなかった地主の息子が親友だったからだ親友なら食わせてくれって言えばいいのに誇りというのは厄介なものだで、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない関係ないんだな笑い事じゃないぞまもなく B 隊が爆発を起こすそれが合図だその混乱の隙に俺たちが潜入するああ俺は砦中心部に爆弾を仕掛けるお前は正面から突入してで好きに暴れろ任せろそういうのは得意だまだかよ B 隊その剣使ってるところ見たことないぞまじない専用なんてもったいなくないか使うと汚れる、欠ける、すり減るそっちの方がもったいないマジで言ってんのああ、俺は貧乏症なんだ笑うところか作戦開始通すわけにはいかない敵は一人だ全軍で迎え撃つぞActivating combat mode
ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。Resolved. よし、楽勝だぜ。敵だ！ソルジャーだ！クソ、食い止めろ！Activating combat mode.簡単すぎてあくびが出るぜ。気を抜くな。ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れてウータイ兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ。任せろ。あそこだ！ Activating combat mode.Combat mode. Hey! Ah, damn it!
まった。コンフリクトリゾルブ。ここで食い止めろ。全員構え、撃て。ここで終わりだ。もうじき援軍が来る。逃げられんぞ。兵長、突入してきます。昼村、こっちも突撃だ。貴様ら、Activating combat mode. Conflict resolved. おっしゃ！舞台に栄光あれ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。おっしゃ。コンフリクトリゾルブ。ザックス、ご苦労だったね。砦内部の制圧に成功したようだ。敵を引きつけるだけでよかったのに大したものだ。よくやってくれた。そのまま先に進んでくれ。
あそこが砦の中央部。なんだこれ。それは我らウータイの守り神、水神リヴァイアさんだ。我々はウータイ特殊部隊炎月輪、水神を祭りウータイの敵を撃つ者、神羅のソルジャーよ、聞こう。この信仰の目的は相も変わらず魔航路か。ああ、魔航路があればたくさんの人が豊かに暮らせる。もちろんあんたたちも。お前の言う豊かな暮らしと引き換えに、我々は生まれ育った故郷を失うことになる。その痛みや悲しみがなぜわからない。重ねて聞きたい。貴様はなぜその優れた能力をこのような非道に使うのだ。魔法エネルギーで幸せになることが間違いなのか。それを広めるのは非道なのか。戦う者同士であれば分かり合える、そう期待したが無駄のようだ。ならば我々らしく決着をつけるまで。さあ行くぞ。アクティベーティングコンバットモード。おしまい。
ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。なぜ殺さない。さあ、なんとなく我らは命ある限り神羅を憎み続けるぞ。さあ殺せ。もういいって。修行は苦手。二つふるさとうたい守るため、三つ醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前。うたい最強の戦士、こっから先は私が行かせないよ。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。参ったな、ガキと戦えって言われても。シュシュシュ、どうだ、参ったか。シュシュシュ、うおー、行って、やられた。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。さあ仕事仕事。お前らが対ソルジャー用とかいうモンスターだな。アクティベティングコンバットモード。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。
ソルジャークラスセカンドザックス、向かうところ敵なし。上出来だ。急いで離脱しろ。あと5分で爆発するぞ。了解。ラザード統括、見てるか。急げ俺。急いでるんだって。また一つ貸しだ。目が泳いでいたぞ。そう。それよりその剣欠けちゃったりしたんじゃないの？剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。サンキュー。すまない、待たせてしまったね。現場は不慣れなもので。わざわざ来なくてもいいだろうに。長い戦争を終結に導く作戦だ。ぜひこの目で見ておきたかった。ソルジャークラスセカンドザックス、はっ。タンブリン取りで攻略任務ご苦労だったね。君の働きはしっかり見ていたよ。はっきり言って君の評価だが、敵正体を引きつけアンジールのサポートとしてよくやってくれた。セカンドとして申し分のない働きだった。ザックス、ファーストとセカンドの違いはわかるか？与えられた任務を超えた活躍が求められる。それがソルジャークラスファーストだ。忘れるなよ。さあ急ごう。セフィロスが待っている。セフィロス、あの英雄の。すげえ、英雄に会えるのか。Activating combat mode. Conflict resolved. 決まった。おっしゃ。ザックス、来い。ザックス、統括を安全な場所へ。セフィロスに連絡を。ザックスで十分。さあ行け。統括、ついてきて。ラザード統括、ご無事で何よりです。ザックス、私はもう大丈夫だ。アンジールの応援を。わかってるって。
これって雨太兵じゃないよな。召喚獣、誰が呼んだんだ。アクティベイティングコンバットモード。ジェネシス脱走したソルジャークラスファースト、同じ顔。ジェネシスコピーか。コピー、人間のコピー。アンジールはどこだ。ここで戦ってたはずなんだけど。あいつも言ったか。ああ、今のどういう意味だよ。アンジールも裏切り者になった、そういう意味だ。ありえない。
俺、アンジールのことはよく知ってるんだ。そんなことする男じゃない。アンジールは俺を裏切ったりはしない。アンジールのやつ、どんだけサボれば気が済むんだ。あれからもう一月だぞ。セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて、ジェネシスって言ったらセカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと許すはずない。ソルジャーの誇り誰よりも大事にしてんだから。まったく何がどうなってんだ。アンジール、早く戻ってこい。ソルジャークラスセカンド、ザックス。そうだけど、あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと！誰だよ。アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。じゃあ何の用？新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？親子だからな。念のためスタッフも派遣しておいたが、連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タックスのツォンだ。これ、なんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。お、ちょっと失礼。もしもし？ああ、俺、カンサルだけど、メール読んだか？まだ。後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そっか。なあ、それ終わったらちょっといいか？なんだよ、時間ないから少しだけだぞ。うん、それでいい。じゃあブリーフィングルームの前にいるわ。よろしくな。単なる調査だろ。楽勝。どうかな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまりそれほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？本人に言ってみるか。やめて。変な木。バノーラホワイトの木だ。通称バカリンゴ。ってことはここはバノーラ村？アンジールの故郷？その通り。ジェネシスとアンジールが昔からの知り合いというわけだ。
Activating combat mode. Conflict resolved. Jana! こいつら、ウータイにいた連中。やはりこの村にいたか。ここまで村人の姿が見えない。村全体が占拠されている可能性もある。ジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した。一刻も早い回収、または破壊が社長のお望みだ。よし、任せろ。望み叶えましょう。 Activating combat mode.ジェネシスコピー。その言葉をどこで？セフィロスから聞いた。この技術も我が社の科学部門から盗まれたものだ。はあ？ジェネシスの能力と特徴をコピーすることができる技術らしい。ソルジャーとモンスターだけにな。ソルジャーとモンスターは同じかよ。
内部のゴタゴタが漏れないうちにやはり村人の姿は見えないな。ここがジェネシスの実家。両親はこの辺りの地主だ。俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。窮地なんてものではない。二人は幼馴染で親友だった。脱走したジェネシスが親友のアンジールを仲間にした、そういうこと？セフィロスはそう考えているようだ。おや、墓石だな。まったらしい。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。俺は墓を調べる。キリ、タークスってそんなこともするのか。誰かがやらなくてはならない。大変だな。気にするな。おかげでお前より給料はいい。マジかよ。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。おそらく向こうの集落だ。すでに敵の手に落ちている可能性が高い。気をつけろよ。アンジールの家は、どこだよ。仕方ない、一軒ずつ回ってみるか。何かあるぞ。今はそれどころじゃないって。何かあるぞ。今はそれどころじゃないって。お邪魔してます。アンジールのおふくろさん。俺は後輩のザックス。もしかして子犬のザックス？なんだそれ。息子からの手紙に書いてあったわ。集中力ゼロ、
子犬のように落ち着かない。アンジールのやつ。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。うん、違う。安心して。息子に何があったの？俺にもわからないんだ。一月前にジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。そして村人たちの命を奪ってしまったの。ジェネシス、昔はいい子だったのに。アンジールは戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。その剣は我が家の誇りなの。そっか、それで。あいつこの剣全然使わないんだ。アンジールのこと俺に任せて。お袋さんは隠れてた方がいい。心配いらないわ。ジェネシスは私を殺せない。うん。アンジールが神殿に入ると決まったとき、誇り高い戦士になるようにと夫がその剣を用意したの。ずいぶんお金を借りたわ。そして返済のために無理をした夫は命を落としてしまったの。ジール、どこ行ったんだよ。何？ジェネシスコピー。Activating combat mode。はい。決まった。はい。はい。Conflict resolved。おっしゃ。村外れに工場がある。そこにジェネシスコピーが入っていた。やつらのアジトってわけ？おそらく。今私は工場そばの崖にいる。正面突破は避け、上から侵入しよう。すぐに崖の上まで来てくれ。何かあるぞ。今はそ、アクティベイティングコンバットモード。Conflict resolved. おっしゃ！何かあるぞ。今は。Activating combat mode. だれ？はっ！じゃね！Resolved. おっしゃ！何かあるぞ。今はそれどころ。墓はジェネシスの両親のものだった。まさか自分の親を。道理は通用しない相手のようだな。アンジールはどうだった？家にはいなかった。でも頼む、時間をくれ。もしアンジールがいたら俺が説得する。アンジールが考え直せばジェネシスもシンラに戻ってくるかも。セフィロスがお前を指名した理由が分かった。俺？ジェネシスとアンジール。セフィロスの友人はこの二人だけだった。
最も戦いたくない相手だ。それが命令拒否の理由だろう。俺だってアンジールの友達だ。お前なら二人を取り戻せると期待したんだろうな。時間がない、急ごう。侵入成功っと。先に行け、ここは俺に任せろ。アクティベイティングコンバットモード、コンフリクトリゾルブ。おしまい。おっしゃー。ザックス、こっちだ。敵に注意しろ。こっちだ。ここでコピーを作っているようだな。2階へ行け。ジェネシスがいるかもしれない。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め、飛び立った。さまよい続ける心の水面に、かすかなさざ波を立てた。想像しいな、子犬のザックス。あの家にあった墓、調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた。脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ。役立たずどもは。脅さなくたってそうしたはずだ。少なくともあんたの両親はな。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。
死んだの犬どもに何がわかる。よう、相棒。結構ついに心を決めたというわけだ。幼なじみの意思は尊重しよう。しかし そっちの世界で生きてゆけるのか。アンジール、どこ行った？工場を出たのか？時間がない。急いで村を出よう。あの二人、探さないのかよ。不祥事の痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。アンジールの家には本当に誰もいないんだな。あ、アンジールん家。急げ。なんだって？どうすりゃいいんだ？方法はある。タイミングよく砲弾を切れ。何？早すぎても遅すぎてもダメだ。注意しろ。さっきの役場前の要領だ。できるか？やるしかない。信管の音と砲弾の色に注意しろ。今はそれぐらいしかアドバイスできない。信管の音？こんな音だ。聞き逃すなよ。今の音のタイミングで攻撃すれば間違いない。砲弾の変色にも注意しろ。あとは任せたぞ。新艦の音と色か。空爆までにお袋さんを助けないと。
気が収まったようだな。攻撃をほとんど防いだのか。さすがだ。今連絡が入った。間もなく空爆が始まる。急げよ。お袋さんが心配だ。急げよ俺。爆撃隊と交渉した結果、空爆まで少々猶予ができた。今のうちに必要なことをやってしまえ。サンキューゾーン。さっきの砲弾も我が社の製品だ。我が社の痕跡を消す砲弾切りに対して報酬が支払われるぞ。何してるんだ俺。アンジールの家へ行かないと。母は生きているわけにはいかなかった。その息子も同罪だ。わけわかんないこと言うなよ。ちゃんと説明してくれよ。言っただろ。もうそっちでは生きられないのさ。アジール、アジール、君よ、飛び立つのか。我らを憎む世界へと。黙れ。待ち受けるは、黙れって言ってるだろ。ただ過酷な明日、逆まく風のみだとしても。今日はセフィロスがいないようだが、どうかな。Attack!
よっしゃをこんなことに使うなよ。ソルジャーの誇りはどうした。俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。アンジール、戦争が終わったぞ。みんな喜んでる。でも俺は。その剣は我が家の誇りなの。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。どこ行っちまったんだよ。はい、ザックス。久しぶりだな、ザックス。セフィロス。ラザードの部屋へ来い。わかった。天然のマテリアとなると珍しいけど、魔鉱石ならば比較的に。魔鉱石っていうのは魔鉱エネルギーが凝縮されたマテリアの結晶。マテリアとしての効果はないけど、ここで加工すればソルジャーが魔鉱石の採掘任務に行くこともあるんだ。ソルジャーが魔鉱石。あまり大声科学部門ではソルジャー、アンジールってソルジャーがいただろう。彼の母親も。よう、ザックス。戦争終わっちまったな。そうなんだよ。
俺の活躍聞いただろ。いやそれが全然、社内報には名前も載ってなかったぞ。テレビはセフィロスの活躍のためって言ってるしな。だってセフィロスは B 隊で、ま、英雄はメディアが作るってことさ。夢壊すなよ。そう、アンジールさんとジェネシスさんの故郷ってバノーラって村っすよね。あの村の予算ってシンラカンパニーが肩代わりしていたんすよ。ソルジャー部門の出資報告書を見てて偶然分かったことなんすけどね。ただいまトレーニングルームは科学部門が極秘の研究中であります。よって立ち入り禁止なのであります。しかし昇進な自分にはソルジャーさんに面と向かって入るなとは言えんのであります。なので入るか否かはソルジャーさんの良識に委ねるのであります。おう来たか。では実験を始めるとしよう。え、実験？いいからさっさとトレーニングルームへ移動したまえ。わけもわからず行けるかよ。説明しても理解できないだろうがね。これはとあるソルジャーの行動から抽出した仮想データの実証実験だ。君は仮想バトルを戦うことで私の協力者として名を残すことができる。さあ、私の可愛い仮想データよ。何か言った？いや、何も。では、始めよう。Activating combat mode. 邪魔すんな！ Conflict resolved. おっしゃー！なんと、そんな。俺の実力の方が上だってことじゃないの？何事かを主張するには根拠となるデータが必要だよ。次のモンスターと戦って君次の設定なんだって。いや何も。では始めるぞ。アクティベイティングコンバットモード。おしまい。コンフリクトリゾーブ。おっしゃー。なんということだ、またしても設定を間違えたか。見たか、これがソルジャーの実力だ。ソルジャーといっても二流、いや三流だろう。一流だというなら次のデータとも戦ってみたまえ。当然勝てるはずだ。誰もがセフィロスのようになれるわけではないの。え？いや何も。ではかかってこい。Conflict resolved. おっしゃあ。素晴らしい。どうやら君には実験サンプルとしての才能があるようだ。そんな才能。胸を張りたまえ。2年に1人出るかどうかの逸材だよ。微妙。時に君、とっておきの仮想データと戦ってみたいと思わないか。
とっておきの仮想データ私が趣味で手をこ北条博士まさかあのデータを人間に使う気ですかおやめください君のような超君そうさすがは私が見込んだ実験サンプルだ安心したまえ君の亡骸は今後の科学の発展に大いに貢献するさあご苦労だったさっ私の知識みとはな人の話あの仮想君はそんなバカいくらソルジャーでも私君とはなかなかいい縁がありそう